どうもジョイフルです、今からドラゴンクエストモンスター2イルルカ、3DS 前回の続きからやっていきたいと思います。もうプレイ時間ももう3時間過ぎますね。もうすぐで、まあまあゆっくりね、いいんで確実に進めていこうと思ってます。さっさっさっさ、もうすぐ多分ボスですね。テク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 、お発見したぞ。てれん、サク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 、テク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 、ダークマスター様、姿を見せください。海鳴りの鐘をお持ちしましたぞ。ご苦労だったな団長。ん、こいつ最初出会ってたこいつ違うか。ほほう、これが氷海鳴りの鐘。狭間の王の喜ぶ顔が目に浮かぶぞ。おや、おやおや、いつぞやのお騒ぎマスターではないか。まさかこんなにも早く再会できるとはな。ふはははは、そうだ、盗賊なら利用し海鳴りの鐘を盗めたこの私だ。我が主狭間の王は少々わがままな方だな。ただ標本を盗むだけで飽き足らない。だが盗賊団に呼び混乱する者どもを見て、あの方もさぞお喜びであっただろう。あとは海鳴りの鐘を捧げれば褒美は思うのも邪魔はさせんぞ。なるほどな。ダークマスター様、私に力を。そうすればこんなこともひとひねりに。いや、下がっていろ。この者の実力は私ので確かめたい。いでよ我がしもべよ。誰や、雑魚そうやな。さあ幼きマスターよ、我が島を見事倒してみせよ。 VS 呪いのランプか。呪いのランプやな、これ多分。キングコブラにかける2と呪いのランプか。いいね、出てる出てる出てる。大いぎでいきなりテンション。よしよし、もうテンションとか溜めれるよこれ。お、すげえなこいつ。あ、全員テンション貯めれるんか。あ、そうなんだ。あ、じゃあスカウトするときテンション貯めた方がいいな。なるほどね。全員テンション使えるみたいですね。テンションゲージ貯めて。トサカヘビの方が強いぞ、なんか。俺が一番苦戦した敵はトサカヘビやったな。お、マジか、マヒか。マヒはちょっとないな、直すもん。3回攻撃な。おお、こいつやばいな。連続3回持って、しかもプラスアルファ2回動けるっていう。ずるい。でーい。お、麻痺で動かねえのか。そういえば麻痺なんか直そうないもんな。麻痺とかもう仕方がない。とりあえず麻痺攻撃やばいな、あれ結構怖いな。麻痺こ、おいおいおい、マジ、マジマジか。あれは逆にどうしようもないもんな。待て待て待て、 HP がやばいぞ。ててん、行くぜ、ほらほら。おーい、マジか。こいつ3回攻撃強ないか、異常に。こいつやばいな。あ、入れ替えできる、入れ替えれるな。レベル高いやつ、高いやつ。おー、ここら辺かな。よし、OK。あ、これ入れ替えよう。いらん。とりあえずいらんから。行こう。ははは、入れ替えるぜ。からの、薬草を使っとこう。よし。これでとりあえず火力は増えたはず。いけ。
あ、弱い弱い、弱すぎる。まあまあまあいいわ、壁になるやろ、壁に。おーおーおお、マジか、3回連続回収撃、やばいなあいつ。この呪いのランプやたら強い。ちょっとまずいねこれ。よし、ここは花垂れセミ出すしかない。いでよ花垂れセミ。よし、やれ、やるべし、やるべし、やるべし。でいでい、おー、いたいた。あいつ強かった。経験100ぴったし、小さなメダル手に入れた。てってってん、いやー強かったっすね。結構呪いのランプのあの連続攻撃からの会心の一撃、あれはちょっとやばいっすね。ふっふははははは、素晴らしいぞ、お前の力がそれほどまでとはな。なるほどね。え、うおー、見つけたぞこのペテン姫。さあ観念して我らの手に落ちよう。うおっと、これは海鳴りの鐘。よう分からんがチャンスじゃ。とりあえずそのペテンションを引っ捉えよう。あのペテンシ瞬間移動で逃げたいのにと思うのは俺だけか。いやはや、お主のおかげで無事盗賊団の討伐路でいた。本当に感謝するぞ。いやー強かった、結構ノルドランプやばかったな、あいつ。いやあいつやばかった、マジでなかなかの強敵やったわ。お、ノルドランプおった。おー、いい、仲間入れ、仲間入れようかな。ちょっと待てよ、こいつ麻痺しとんか、まだ。あ、治っとる麻痺。まあ、いらんなこいつは。で、力強いやつやな、このパーティーで。よし、やるか。ん？いいなんて、なんかもなんていうか生き生きしてるよ。俺のマスターあんなんだったから、愛情なんてこれっぽっちもなくて。お、仲間できるやん。本当かい？俺あんなことしたの、あんた太っ腹だな。俺には名前なんてなかった。だから100個の名前つけてくれよな。いいねー、呪いのランプが仲間になった。つけたろか、かっこいい名前。仕方がないな、お前は。ほんまに仕方ない。仕方ねえな。よし、そんなお前の名前はこれだ。よし、スラッシュいらんな。ノロウイルス、いいね。あ、ちょっと強こいつ。え、能力結構強い。レギュラーやこいつ。HP 高いし。え、あ、レベル10やからか。しかもランク E。あ、こいつ強いな。あ、レギュラークラスやこいつ、マジで。あ、こいつ強い。守備力高っ。しかも。こいつ強いな。連続。しかも連続であいつ三角攻撃持っとうからな、こいつ。お、いいな、いいね、これ。いいね、いいね。ノロウイルスレギュラーやな、これ。ちょっと。うん。ハリーポッターいらんかな。ハリーポッター弱かったしな、もう死んでまう。死に行くやつは俺いらんからな。うん。次世代の波が来とるで、やっぱり。ちょっと行ってみようかな、先。なんかあるかもしれんから。次世代の波が来てますよ、やっぱり。一回死んだやつはね、もう用なしですからね。まあそんなこともないんですけど。まあ、ただ呪いのランプは強そうなんで。ん？なんか降りそう、ここ。なんなんやろ、これ。いつか来ることになりそうやな、ここ。うん、なんもおらんのか、敵。なんもない感じか、ここ。なんか敵とか降りそうやな、ここら辺。隠し、的な感じで。おらんっぽいな。よし、じゃあ戻ります。ルーラ、どうだったかな。アッシアの町かな。おお、初めてルーラ、初ルーラー。ドドドン。お、駆け出しました。10体以上のモンスター仲間にした。でも呪いのね、あれはね、連続持ってるんで役立ちますよね。単純にメタルスライムを見かけた時に1回2回3回とヒットするんで、単純に連続持ちは強いんですよね、やっぱ。
で、会心の一撃の数もね増えるんで、やっぱいいですよね。武器屋行きたいな。売りに来た。道具を売ろう。ええのないな。あの1000円のやつみたいなないんかな。あ、ええのないわ。金がない、金が。金がねえよ、金が。てか体力回復したの全員。お、全回復しよう。お、全回復しよう。あー、でもやっぱこいつレギュラーじゃないな。強いもんな、こいつ。顔でかいな、こいつ。ガオガオさん。よーし、行こう。ウェーイ。お、おー、いいね、いいね。お、早っ。こっちの方が早いんじゃん。ジャンプしながら行った方が早いんかな。へい、へい。変わらんか。あ、どうしような。ノロナランプ入れようか入れまいか迷うな。にしてもまあまあ配合してから決めようかな。おお、待っておったぞ。立派なのではないか。こうしわしなにこの国を治めていくよ。おお、やっとけ。よし、とりあえずなんかテーマ決めたいから、パーティーに統一感持たせたいから。今はまあ獣です、統一とったけど、配合ができればその時代も変わるかもしれんからな。おい、聞こえるか、光る。俺だ、ワルポーだ。お前から死の力を感じたと、その代わりを見つけたようだな。いいか、マルタにおぼつか、ずっとしてるんだぞ。よーし、行こう。スポッ。いやー、やっと帰ってきた。でかしたぞ、光る。さあ、マルタの力を分けてやるよ。どうも。で、マルタのその代わりは？なるほど、これがフム。海鳴りの鐘っていうのか。さすがに氷と呼ばれるだけのことある。この鐘からは神秘の力を感じるぞ。早速マルタのへその代わりになるか試してみよう。よーし、オッケー。やった、止まったぞ。これでマルタは救われ、ん？うわぁ、これはいかん。仕方がない。スポ、おなじみの。ダメだダメだ、海鳴りの感じ役に来たん。ちょっとは行くぞと思った。俺がバカだった。だが海鳴りの鐘には不思議な力があるようだ。ちょっと手を出してみろ。あ、これで海渡れるようになるのか。確か、えい、ドキャン。光は海を渡る力を手に入れた。やるね。水際で A ボタンを押せばスイスイと 水の上を進めるはずだ。まずは試しにこの部屋でその力を使ってみるといいだろう。む、今ピンときた。不思議な力を感じるぞ。海だ、海の上、ボロボロの海賊船。そこに新たな手がかりが見える。いいか、マルタの国のどっかにある不思議な鍵を探し水の世界へ行け。不思議な鍵の名前は海賊の鍵だ。忘れるなよ。よし、海賊の鍵とか。よし、いつもの2倍の速さで戦うようになってるだろう。戦闘中コマンドを入れるときに R ボタンで倍速モードになると覚えておけよ。何？倍速モードすごいな。よし、まあ行こう。とりあえず戻ろう。デイデイ。とりあえず全員から話聞いておけかな。倍速モードすごいな、そんな機能があるのか。覚えておこう。その方が魔物の牧場を営む家族の子供だな。この度王様の命により格闘場にて子供のマスター大会を開くことになった。あ、これで海賊の鍵か。おお、鍛冶屋を利用できる。お、星売りの祠来たー。配合来たー。おお、来た、モンスターじいさん。やったー、来たぞ。こっからやねんな、本番は。モンスターズの本番ここからやからな。こちらが持ってるさで武器を越し鍛冶屋だ。おお、いいねいいね。鍛冶屋もちょっと面白そうやな。よし、闘技場行こう。てて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 。不思議な鍵で。ルーラしようかな、とりあえず。ルーラで。なんか分かりにくいな。とりあえずここは？
配合か。てってとん。ほう、お前さんじゃな、牧場に引っ越してきた。子供のマスターとは。いえ。お、やっぱ勝たなあかんか。左手って言ったな、あいつ。どこが左手って。こっちから来て左手やから。こっちっぽいな。こっちやな。違うのか。まあ出ようかな、とりあえず。お、こっちっぽいぞ、なんか。ああ、これやこれや。とトトトトン、レッツゴー。いやー、闘技場来ました。おお、来たね、いいね。モンスター格闘場。てっ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 てんてんてってん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 。あ、そうかそうか。お、バニーちゃん、行こう。試合中は道具の使用と魔物の命令は禁止。なるほどね。それで頑張ってね、チュ。頑張るぜ。ご来場の皆さん、ようこそ格闘場へ。はっはっは。シビックチャレンジャーを紹介しましょう。マスターヒカルと頼もしい仲間たちです。ヒカル最近マルタに越してきたニューフェイス。惜しみない拍手をどうぞ。お。いかにもザクソ。お、4体?そう。4体か。まあ、そらそうか。おお、鬱陶しい、毒抜き。おお、結構鬱陶しいやんけ。あ、うざいな、ゴーム食らうやんけ。結構序盤で毒食らった、痛いな。おーでい、2倍速でいこう。おお、早い、おお、すげえ。2倍速。おいいね、2倍速でいでい。おいいな、2倍速。ドーン。はははは。はでもこの毒うっとうしいぞ。ちょっと毒治って、これちょっと適当に適当に治って。毒治らんかったら結構痛いかも、これ。回復がおらんもんな。ホイミをちょっとスラッシュで覚えてんの痛いんかもな。チャレンジャー見事で試合に勝ちました。それでは第2試合、レディーゴー。いくぜ。お、毒治っとる。いいね、いいね。よしよし、いけいけ、いったれ。オッケー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 、ピグメイ。よし、まず1人いったぞ。おお、いいね、いいね。よし、結構 HP 高いやん。てか待てよ、これ全員ガンガン行こうとしてもええんかも、もしかして。よし、行ったらなんかわからんけど。おい、なんもないんかい。なんか発動するやろ。おお、いいね、いいね。でいっていっ。お、ボミアタック、いらねえ。ボミエタックいらねえ。よし、とりあえず4人でいけたからでかいな。おお、いいね、回復。よし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 。よし、とりあえず4体おったら勝てると思うよな、最後まで。よし。さすが我が軍はやるね。鍛え上げた我が軍。この試合で優勝が決まります。おいおいおい、なんかちょっとなんか、鬱陶しそうなやつおるやんけ。カラス野郎結構攻撃強いからな、確か。まあ、勝てるでしょう。夜中にどり。いけ。でいでい。よし、デズラタかける。お、強い。おお、強い。結構攻撃高いな、こいつら。しかも早い。おら。いいね、いいね、その調子。オッケー、いいよ、いいよ。おーし、よしよしよし。おー、いいね、ミラクルソードめっちゃええやん。いけ、もう一発、もう一発、もう一発。
よし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 、オッケー、オッケー、オッケー、デイ、いたれ。いいね。おうおう、何、バカなのか、まさかバカなのかこいつ、この野郎ただのバカじゃねえかよ。よし行け、行くんだ、よーし撃破。いやー、もうなんやかん HP 全員20ぐらい残ったんで、まあまあ楽勝に行けたかなと思います。このオノマトペ大会優勝者はマスターヒカル。てってん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 。マルトに現れた期待の新星ヒカルと頼もしい仲間たちです。皆さん惜しみない拍手を。やったね、おめでとう。このマスターが優勝しょ、優勝よ。よーし、星降りの子ら、鍛冶屋来たん。何これ、受付のお姉さん、駆け出しの流れ星の鍵レベル1、いや海賊の鍵じゃない、お、C クラスなんや。何、あ、絶対 C クラス勝てへんわ今のもらったら。うわ、これは配合するしかないんですね。あ、なるほどな、強くなって C クラス勝ち抜けってことやな。なるほど、おお、いいね、おもろいな、おもろいおもろいおもろい、来てるよ。あ、その前に20分過ぎるので一旦ここで切りたいと思います。いやー、ついにね、配合来ましたね。配合でかなり楽しくなってきました。今こんな感じです、レベルは。というわけでまた続き見てください。では終わります。ありがとうございました。